これは私が大学生の時の話です。ある夏の日、私の友達の A 子が、私、最近大学の近くに部屋を借りたんだけれど、この部屋ちょっと変なの、と言いました。変？どう変なの？と聞いたら、テーブルの上に置いてあるものがよく落ちるの。それから夜部屋の電気がついたり消えたりするんだ、と言いました。私は怖い話が大好きだったので、A 子の部屋に泊まりに行きました。A 子の部屋で晩ご飯を食べた後、A 子はコンビニへアイスを買いに行きました。私は一人でテレビを見ながら待っていました。その時です。ザーッとシャワーの音が聞こえました。私はお風呂場へ行って電気をつけて中に入るとシャワーから水がザーザー出ていました。水を止めた時、電気が消えてカチャッとドアが閉まりました。私はびっくりしてドアを開けようとしましたが、全然開けられません。私は泣きそうになりましたが、その時、ただいまと A 子が帰ってきました。私は、助けて、ここから出してと言いました。A 子は、どうしたの？と言って、ドアを開けてくれました。そして、ドアに鍵はありませんでした。その日の夜、寝ていた時、突然人の声が聞こえて起きました。暗い部屋の中でテレビがついているのです。私は怖くなって、隣で寝ていた友達に、ねえ、A 子、起きて、テレビがついたよ、と言いました。すると、A 子は、じゃあ、消して、と言って、また寝てしまいました。私は、その時、この部屋が大丈夫な友達が一番怖いと思いました。